関心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。慶寿総合病院形成外科課長の山野辺裕二先生です。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回の放送は形成外科に関するよくある質問 Q&A 形式でお答えいただきますと前回お知らせしていました。まずは怪我や火傷で傷ができた時の対応なんですけれども、私もよく転ぶんですよ。で、膝小僧を打って、まあ、ひどい時には血だらけになって産んだりするんですけれども、まあその時にやっぱ自分で思うのが、最初の対応の仕方が悪かったのかなって、すぐ水で洗い流さなかったりとか、なんか仕事をしてる時とかそんなことできないので、ほっとくとそうなったりもしたことがあるんですけれども、まずはその対処方法、本当はどうすればいいのかとか教えてもらってもいいですか。まず怪我。はい、そうですね、まあ、一般的にその血がドクドク出てるような怪我を除けば、まあ、まずはその、まあ、特に擦り傷なんかは普通の水道でよく洗うということが重要ですね。まあ、昔はなんていうのかな、まあ、昔で言うともう古くなりますけど、赤チンとかね、ヨードチンキとかそういうのをバンバンつけてたんですけど、最近はもうあんまり、傷は消毒するとかえって傷の治りが悪いので、消毒するのは傷の周りにして、傷は普通に水で洗った方がいいっていうのが常識的な対応になってますので、まあ、その辺をやっぱり勘違いしないように、まあ、消毒を単につけりゃいいんじゃなくて、最初に洗うということをまず頭に置いていただくといいと思いますね。まず洗うんですね。その後ででも消毒液はつけていいんですよね。あんまり基本はもう本当はつけなくていいぐらいだと思います。私が医者になったもう何十年も前はもう普通にやってたんですけれども、もう最近ではやはりその消毒するとかえって良くないという場合もあります。でそれとあとはその巷では最近そういう薬の進歩とともに、その傷を乾かして治すスプレーみたいなのがあって、そういうのも適切に使えばいいんですけれど、その汚い傷に直接 それで密閉してしまうとかえって中で化膿したりして、最近はそういう逆に新しい消毒液で傷が悪化しているっていう方をよく見ますので、まあ、単に洗って医者にかかっていただくといいと思いますね。先生、私それですわ。それで、まあ、洗うのも遅かったのもあるんですけれども、その最新版みたいなものを多分遅くやっちゃって余計産んじゃって、結局病院のお世話になるみたいな感じになるので、まずは洗えばよかったんですね。そうですね、ですから本当にもうすごくもうものすごくたくさん洗って、それでもうほとんど砂もないっていう状況でそういう密閉するのをやると効果的ですし、我々もやりますけれども、やはりその辺がやはり一般の方だと難しいっていうのはありますので、まあ、とりあえず洗って、ガーゼとかペーパータオルみたいなのを当てて、それで医者に見せてもらうといいと思います。先生、すぐ洗えない場合どうすればいいんですか。すぐ洗えない、これは難しいですね。まあそういうのは大体何時間か後で洗えば結構です。その例えば傷負ってからすぐばい菌がどんどん生えて悪くなるってわけじゃないので、例えば、まあ、何時間経って洗っても全然問題ないですので、しばらく洗えないときは、ガーゼなりなんかその雷で押さえておいて、それでどっかできれいに洗ってということで大丈夫です。そうですか、あ、よかったです。わかりました。とにかく最初は水で流して洗うということですね。では火傷、これも皆さんも多いかなと思うんですが、これはどうすればいいですか。はい、火傷の基本はやはり冷却、冷やすことですね。ですから普通は火傷ちょっとした熱いものに触ったとか、あとは火が当たったとかいうのはありますけれど、水ぶくれができる程度の火傷であればとにかく冷やすと、それが傷の治りにもいいですし、痛みも抑えられますので、火傷はとにかくまず冷やす。よく靴下なんかにお湯がかかってその靴下を脱いじゃう人がいるんですけど、そうするとその水ぶくれを破ってしまって後々良くないので、そのもうとにかく洋服の上からでも水をかけて冷やすというのが重要ですね。それでゆっくり剥がしてきてもらえばいいと思います。わかりました。こちらもやっぱり水を使うわけですね。そうですね、これも全く普通の水、水道水で構いません。はい、とにかく冷やす。はい、水道水がない場合とか、私
保冷剤、ね、そう保冷剤、はい、それも構いません。まあ、極端なちっちゃな赤ちゃんでその低体温になるほど冷やさないんであれば特別問題ないのでそういうのをお使いになっても結構です。はい、わかりました。まずは冷やす、そして何か洋服の上からとかだったら洋服を脱がないで靴下も脱がないでそのまま冷やすということですね。では続いてケージにはご高齢の患者さんも多いかなと思うんですが、七星にもねやっぱりご高齢の方が多いと思うんですけれども、皮膚が乾燥しやすくってその破れやすいということも聞いたんですけれども、この秋から冬にかけてやっぱり肌が乾燥しやすい時期でもありますので、どんなスキンケアが大切なのか教えていただいてもいいですか。はい、これは私必ずしも専門というわけではなくて、まあ、もちろん皮膚科の先生の方がご専門だと思いますけれども、まあ、やはり私の外来にも、そうやってそのちょっとしたことで皮膚が裂けたっていう方いらっしゃいます。で、まあ、基本はやはりなんていうのかな、やはり湿潤といいますかクリームというか軟膏というかそういう油気のもので、皮膚に潤いを与えておくっていうのが重要なんだと思います。まあ、ただやはりなんかできるだけその力がかからないようにする、例えばお年寄りの方の腕を他の人がギュッと握ってちょっと引っ張ったぐらいで破れるってこともありますので、まあ、ご本人もですけど周りの方の大事に扱うという注意も必要なのかと思いますね。そうですか、そんなこともあるんですね。周りの人間も気をつけないといけませんね。私もやっぱり冬とかは乾燥するのでクリームをつけています。これも大切なことですね。はい、分かりました。どうもありがとうございます。今日は Q&A ということで2つ聞きました。次回も Q&A 聞きたいと思いますので先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は慶寿総合病院形成外科課長の山野辺雄二先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上安心マイライフのコーナーでした。